色鮮やかなクラシックチュ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 は、主に古典バレエにおいて着用されるスカート状の舞台衣装である。しばしばボディスと一体で用いられる。19世紀前半に初めて登場したチュチュは、19世紀の終わりには、それまでのベル型のロマンティックドレスにとって変わった。チュチュは、ロマンティックバレエに用いられるクるブ仕掛けのロマンティック、チュチュと、 クラシックバレエに用いられる膝丈のクラシックチュチュに大別される。この他、振り付けによって求められる動きに合わせたバリエーションもある。この衣装のトゥトゥという名称は、本来はスカートではなく両足の間を縫い合わせた曲唱のペチコートを指す単語である。フランス語のマヌケナを意味するククユが転じて、可愛いお尻を指す意味となり、 さらに変形して、お尻を意味するトゥトゥと衣装が呼ばれるようになった。これは一種のスラングで、幼児語でもあった。チュチュは、バスクとスカートからなる。クラシックチュチュには、ボディスとスカートをつなげる部分として、下着状のツンが存在する。ボディスを省略して、バスクとスカートのみで構成されたチュチュもあるが、これはボンもしくは、 チュチュボンと呼ばれる衣装で、レオタードのみの練習ではチュチュをつけた際に、スカートの有無による感覚のズレが出てしまうので、これを補正するために、レオタードの上から着装されるレッスン用である。同様の目的用に、レオタードに直接チュールスカートが縫い付けられたレオタードチュチュもあるが、やはり主にレッスン用で、本格的な演目において使われることはない。チュチュのボディスには、 6枚ないし15枚の生地のパネルを用いられる。これらのうちのいくつかは斜めに立たれるため、生地にいくらか慎重性が与えられる。ボディスはウエストラインに、あるいはヒップの上部に取り付けられる衣装の分離した部分である。場合によっては、動きを考慮するために、弾力性のあるタブだけで一つにさせられている。補正のために前後へ、または前のみにボーンを入れる場合もある。 通常、デザインは、ビスチェや、バニースーツ同様、背中を露出させた肩出しのキャミソールスタイルなので、着用時は肩紐を用いて固定する必要がある。背中後ろぐりのカット処理によっては、大胆なローバックなスタイルになることもある。ボディスの材料は、主に、などである。バスクは、ウエストから、ヒップの上部までに当たる部分である。ボディスと連続していることもあれば、 離れた、きつくフィットしている生地のバンドのこともある。チュチュのスカートは、チュチュの形を決定し、全般的なスタイルを定義づける。スカートは一枚ではなく、数層から十数層の軽い布地を重ねるのが特徴である。クラシックチュチュの場合、チュールの裾を1センチメートル間隔で折りたたんで縫うことで、スカートへ張りと硬さを与える必要がある。タックには、 シングル畳みとダブル畳みがあり、二重に畳むダブルの方が固めに仕上がるが製作に手間がかかる。スカートの材料は通例以下の通りである。クラシックチュチュの中には水平の形を保つためにステンレス製のワイヤーフープをスカートへ仕込むこともある。またチュールスカートの上にオーバースカートによる装飾を施す場合もある。ツンはスカートと一体になったチュチュのパンツ部分。 素材は伸縮性のあるスパンデックスやオペコとパワーネットを用いる。股間を見せるためアンダースコートのようにチュールフリルによってツムを装飾する場合が多い。構造的にロマンティックチュチュには存在せず、ロマンティックチュチュではバレリーナは下着としてステージショーツをベッド着用する。役柄によってはチュチュにはボディスやオーバースカートへ、 豪華な装飾が施される。造花や金紙、銀紙による刺繍ビーズやラインストーンが縫い込まれたり、スパンコールが散らされたり、スカートの裾に金銀や様々な色のラインが引かれることや、役柄に合わせてスカートの裾にギザギザや丸くカッティングを入れる処理が施されたりする。時として絞り染めによって衣装を染めて変化をつけるのも行われる。 スカートごとに色替えしてグラデーション効果を狙ったり表と裏でスカートの色を変える演出もあった。また上腕部にチュールでできたアームレットのような腕飾りを着用したり背中に妖精の羽やチュチュ本体へ飾り袖がつく場合もある。他にバレリーナの装飾としては頭を飾るティアラやタンバリンなど手に持つ小道具もあるがチュチュの構成とは 無関係なのでここでは割愛する。チュチュを身につける際は、下着として薄手のキャミソールレオタード状をしたバレーファウンデーションを着用する。また、海賊のメドーラのような腹部を露出させるセパレートなチュチュには、バレーブラ、バレーショーツを着込むが、タイトなデザインな場合、ヌーブラやタンガが使われることもある。色は、ほとんどの場合ベージュ系である。足には、バレータイツを履く。 色はホワイト、または、無論、特殊な役柄によっては、他の色も使われる。ロマンティックチュチュアンナ・パブロは、ジゼル1931年より、前ロマンティックチュチュは、4分の3の長さの、ベル型のスカスタケは、膝とくるぶしとの間である。ロマンティックチュチュは、軽さを強調するために自由に流れる。このため、ジゼルや、 ラシルフィードのようなロマンティックバレエの霊妙な性質に適合する。1832年、ラシルフィードを演じたマリータリオーニによって初めて暗室された、もしくは広められたと言われている。ロマンティックチュチュには2種類ある。一つはウエストから始まるもの。もう一つはローウエストから始まってバスクを伴うもので、ロマンティックチュチュイズバスクと呼ばれる。 クラシカル、ベルチュチドがバレーのレッスン1874年クラシックチュチュ。クラシカルチュチュは形状、構造によりパンケーキスタイルとベルスタイルに分けられる。バレーの鑑賞家であるロシア人たち新しく登場した16層の柔軟なチュチュは白鳥の湖やパンケーキチュチュパンケーキチュチュは平らなパンケーキ型に外にまっすぐに広がるネッティングの 複数層で作られ、そして体にぴったりしたボディスを有する、短く、硬いスカートを持つ。パンケーキスタイルは、ネットのより多くの層を有し、そして通例、複数層を平らにそして硬く保つために、ワイヤーフープ,ープと多くのハンドタッキングを用いる。ベルチュチュベルチュチュは、文字通り、短く硬い、釣り金状のスカートを持ったチュチュであり、通例、パンケーキチュチュより長い。 ネッティングの複数層を有し、そして体にぴったりしたボディスを有する。これはヒップから外に向かって広がり、そしてワイヤー入りのフープを用いない。これらはドガの有名なバレエの複数の絵画において見ることが可能である。バランシンカリンスカチュチュはパウダーパフの別名でも呼ばれる。大変短いスカートでフープはなくパンケーキあるいはクラシカルスタイルよりもネッティングの層が 少ない。スカートのタックはルースで外見はより柔らかくふっくらしている。このスタイルはもともと20世紀の振付師ジョージ・ワランシンによるビゼの公共局派長長のバレエ版のためにデザインされた。よりアスレチックな振付に対応したもので足全体を見ることができる。プラッター父チュチュはバレリーナのウエストラインからまっすぐに突き出ている。 フラットなトップを持つ父チュチュ。パンケーキ父チュチュと告示しているが、パンケーキ父チュチュはトップが多少ふっくらしているのに対して、フラッター父チュチュのトップはほとんど全くフラットである。ありがとうございます。